皆さんこんにちは。本日はマークダウンについて、サクッと概要をお伝えします。マークダウンを使えば見やすい資料が簡単に作れます。右側のウィンドウではマークダウン基本に乗っ取って内容を記載します。その内容がどのように反映されるか、左側のウィンドウで示しています。特に難しいものではありませんし、これに慣れれば簡単に見やすい資料を作ることができます。では見てみましょう。